皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。わかめ、みかんとなりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。子犬、太鼓となりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さい矢でした。茶葉、シャコとなりましたね。シャコは甲殻類シャコ科の節足動物です。モンハナシャコの場合、獲物を捕らえるための武器であるパンチのスピードはなんと生物界最速の時速 80km なんだそうです。放たれた瞬間に周囲の海水が沸騰して発光するというから驚きですよね。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はなでした。もなか、わなげとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいつでした。はっぴ、
カッパとなりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はなでした。背中、要となりました。要とは扇の末端にある骨を止めるための金具のことです。この金具はカニの目のようであることからカニの目と呼ばれ、カの目、要と変化したそうですよ。要がないと扇がバラバラになるため、要は物事をまとめる中心、要点を意味するようになったんだそうです。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は子でした。ほこり、鎖骨となりました。ほこりはなんでいつも灰色なのか疑問に思ったことありませんか。カラフルな色があってもそこに黒色の絵の具を少し混ぜるだけで灰色になりますが、この現象は下方混色と呼ばれています。家の中にも色がたくさんあるため、たくさんの色のほこりが混ざり合うことで灰色になって見えるのだそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はしでした。刺身、柱となりましたよ。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はくでした。あくび、ラクダとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はででした。おでん、らでんとなりました。
追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。地の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。